Wi-Fi につながらなくて、ちょっと手間取ってしまいました。はい。で、まず自分からは30分間ですかね。で、NIPS 2016 の、オーバービューと、あと、ディープラーニングトピックっていう形でお話しさせていただきます。オーバービューとして、去年ヒロさんがやられてたような、なんか NIPS ってどんな特徴があるのっていう、そういうオーバービューと、あと、ディープラーニングの中からいくつかトピックをピックアップしてお話ししようと思います。で、このようなアジェンダでお話しします。で、まず、浜田光一と言います。もともとその理論物理をやってて、量子統計場の理論という、その体系でその博士号を取って、で、中途入社で今 DNA にいます。で、大規模なそのユーザーを対象に、まあテキスト、画像、ソーシャルグラフをその活用した、機械学習、それを体験設計からその分散機械学習のそのアルゴリズムの実装までやっています。ディープラーニングのトピックとしてだと、その画像の表現学習とか画像生成とか、あと対話とか対話のそのキャラクターの表現学習とか、なんかそういったところを主に取り組んでいます。で、モバゲーを支える技術を書いていたり、東京ウェブマイニングっていうオープンな機械学習活用のそのコミュニティを7年ぐらい主催してて、今59回とかそのぐらい開催されています。実際にその活用するっていうところに関してその議論を、ノウハウ共有を行っているコミュニティなので、ぜひご参加ください。で、このような形でお話します。まずその NIPS の2016です。で、NIPS、今回その第30回のその開催ですね。NIPS はすごい長くて、ICML に続いて、長い。ICML が33回目ですね。で、去年のその12月の5日からその10日まで開催されてました。で、チュートリアルが5日にあって、まあそこからポスターも入りつつ、本会議は5から8まであって、で、ワークショップが最後のその2日間というようなその日程構成になっています。場所がそのバルセロナで、そのサグラドファミリアとかあるところですね。で、開催されてました。で、今年のその日のその参加者、6000人に近い形ですね。去年がその4000人ぐらいだったので、いきなり2000人増えてるっていう。めちゃくちゃ増えてますね。1.5 倍に、増えてる形です。年々、2015から比べても、各年で 1.5 倍ずつとか、なんかそのぐらい、めちゃくちゃ急激にその参加者が増えている状況ですね。で、日中の特徴としては、なんか少数トラックでのその進行をしてる。去年まで、そのシングルトラックでずっと、開催されてたんですけど、さすがに6000になってシングルトラックはきついと。で、今年から、最大2か、最大3ですね。2か3のそのトラックで、その並列進行するっていうような進行でした。で、採択のそのほとんど 92% はそのポスターになっています。で、ポスターメインのそのカンファレンスですね。で、投稿数が、まあ、下に少し写真を載せてるんですけれども、今年その2500以上で、そのアクセプトが、568という形で、採択率が 23% です。その中で、そのオーラルは、45%、45% で、それで、ポスターが、523という形ですね。で、オーラルで採択されると、20分のその、口頭のその、オーラルのプレゼンテーションと、あと、ポスター。それで、ポスターだと、ポスターのみっていうような、その構成になっています。で、このように、その、ポスターが 92% ですごい多い。メインの、そう、オーラルで採択されると、6000人の前で話すっていう、そういう、すごい感じなんですけど、今年、そうですね、アワードトークとかだと6000人の前で話すとか、まあ、パラレルになったとしても、多い方だと、まあ、4000人の前で話すとか、そういったすごい大規模な人の前で話すオーラルが、まあ、45件。で、それ以外のほとんどのものが、そのポスターになっているわけです。で、ポスターメインの、カンファレンスになっていて、で、ポスター発表によるその活発な議論が行われている。1日あたりその130ポスターがすごい多いんですよね。で、それを、4日間やる。で、3.5 時間、1日あたりポスターの時間が割り当てられていて、オーサーとインタラクティブにそのディスカッションするっていうようなそのカンファレンスになっています。で、去年までもっと長くて、去年は19時から24時までっていう、その5時間あって、5時間なんだけれども、24時まで
そのずっと人がいるっていうようなそのカンファレンスだったんですけど、今年はなんか少しポスターも短くなっていて、会場の特徴なのか、なんか9時半、夜、9時半ぐらいになると、その、バルセロナのコンベンションセンターの人が、なんか帰れ帰れと。なんかそれぞれ、その、それぞれのポスターのところまで来て、なんか帰ってくれっていう形でなんかせかされる形でしたね。で、まあ、とは短くなったとはいえ、その 3.5 時間、それぞれポスターの時間が与えられているので、しっかりと、その、大沢とその直接議論する。それをメインに据えているそのカンファレンスが日誌の特徴です。で、日誌のそのホットトピックですね。で、上の方がそれぞれ、サブミットされたもので、下がそのアクセプトされたものです。で、左から順番にその大きい順で並べてみると、一番多いのがそのディープラーニング。で、続いてコンピュータービジョン、ライフスケールラーニング、ラーニングセオリー、オプティマイゼーション、スパーシティっていうような形で、続いていきます。で、ディープラーニングで、アクセプトされたもので140件、ディープラーニングに関連するトピ、関連するペーパーですね。という形で140なので、4分の1ぐらいですね、すごい多くなっていると思います。ディープラーニングに関するその研究増えて、特にそのビジョンとかだと、ニューラルネットを用いないと制度的に厳しいとか、あるので、すごい、まあ、増えている、ディープラーニングに関するものが、その増えている状況になっています。で、そのチュートリアルに関しても、チュートリアル3分の9、あとシンポジウムの3分の2がディープラーニング関連っていうような、その形で、そのディープラーニング色が、強くなっている。で、チュートリアルでも、その、許可学習に関するものであったり、ジェネレーティブアドバーサリアルネット、関するものとか、あとシンポジウムでそのリカネットネットに関するもので、そのラーニングアルゴリズムに関連した RNN ですねというようなそのトピックで開催されていました。で、今回この NIPS 読み会の本、この読み会の中でその許可学習関連の発表ってすごい多くて、そのポスターに関して多かったので、あんまり触れられてないような、まあ、少し話される方もいるんですけれども、触れられてないような、ジェネレーティブアドバーサリーネットと、そのリカレントニューラルネットワークの方のそのものから論文もいくつかそのピックアップして紹介したいなと思っています。で、このような形で、その2つのそのトピックに関してお話ししようと思います。で、がんに関して、まあ、最近、すごい活発にすごいなってきています。ジェネレーティブアドバーサリアネット。で、まあ、知らない方もいるかと思うので、少し導入的な話をすると、ジェネレーティブアドバーサリアネットって、そのグッドフェローによって、2014年の日誌の、ワークショップで出たものですね。で、話されたもので、どういうものかっていうと、そのジェネレーターとディスクリミネーターを、まあ、戦わせて制度向上させる。で、ディスクリミネーターがなんか生成されたものを、生成機が作ったその偽物であるっていう識別をする、本物と偽物を識別するディスクリミネーターと、あと生成機、ジェネレーターが、まあ、生成したものをディスクリミネーターに本物とその思わせる、こう識別させる。そういった、競い合うことによって、その精度向上するものです。で、このフレームワークで、まあ、新しい形での、その、まあ、学習ができるわけですね。誘導再来化だけじゃなくて、また違ったその軸でのその学習を進めることができる。で、ルカン、ベタモレとかしていて、すごい、まあ、今回チュートリアルで、ガンのチュートリアルがあったように、すごい今年、ガンの論文が、去年の後半からガンの論文が増えてきています。それとともに、ルカンも、まあ、新しいタイプのその学習のそのさせ方、学習のその体系になっている。という形ですごい、ベタ褒めしているような体系。まあ、新たなそのチャレンジになっています。で、どういったことをやっていくかというと、まあ、ディスクリミネーターが本物を、本物画像を本物と識別するものと、あと、ディスクリミネーターが、まあ、偽物は偽物だと、まあ、識別する。といった、
評価関数に対して、まあ、ディスクリミネーターは、まあ、それを最大化しようとする。それで、ジェネレーターは、それを最小化する、しようとする。なんかそういった、それぞれ最大化、最小化を戦わせるっていうような学習方法論になっています。で、証明されていることとして、2つの、その、ものが、どんどん近づいていくと、最終的に、その、収束する、サドルポイントとしては、真の、その、分布に、その、一致するということが、証明されています。ただ、収束すればそこに位置する形ではあるんですけれども、収束させることがすごい難しくて、学習するのがすごい大変って言われています。で、ルカンの、まあ、例えで言うと、もともとグラディエントディセンデント出た時は出たんだけれども、学習させるのを、ちゃんとうまく学習させるまでにしばらく時間がかかったと。でも、まあ重要なことだったんだと。で、今、ガンが出て、重要なものなんだけれども、まだ学習するテクノロジーが進んでなくて、まあすごい大変と。でも、まあこれからそれをみんなで解決していきましょうっていうような、そういった位置づけでよく話されています。で、去年の日中で出てたものだと、その1本ラップガンって言われる解像度を徐々に上げていくものが、ガンが出てたんですけど、今年はすごい多く出てますね。ジェネレティブアドバーサリアネット関連で、教科学習とも絡めると、十何本とか、本会議で通っているのと、あとワークショップでも20本ぐらいとか、ガンに関して出ている。すごい、16年の後半、ガンをみんな学習できるようになってきて、で、それで、ガンに関するペーパーがめちゃくちゃたくさん出てきている状況になっています。で、それの、その学習がうまくいった一つの大きな要因として、その DC ガンって去年の、後半に出ていて、今年の ICLR に通っていたんですけれども、その学習方法論のその工夫によって、非常に綺麗なその生成ができるようになったのが、大きなブレイクスルーです。まあ、左側がその生成された画像ですね。なんかすごい綺麗な画像生成ができている。それと、あと画像のその表現空間を学習することができるので、それぞれその画像の演算をすることができる。例えば笑っている人を引くその普通の顔の女性足す、笑っている、普通の男性を足すと、そこによってその表現ベクトルから生成されるものとして笑っている男性の画像が作られるとか、なんかそういった生成がされます。で、ガンとともにそれを例えばバリエーショナルオートエンコーダーと合わせて、表現、表現ベクトルを一応作って、それでそこから生成されるとか、そういう元のものとそれを識別するとか、VAE プラスガンっていうような、組み合わせも、作られて、この後、ここら辺のフレームワークがよく使われるものになっています。それ以後の論文で。で、文章からの、画像生成もすごい綺麗にできています。コンディショナルガンで、ある条件付きした、生成を行う。ガンの中で、去年の日中に出ていた、画像生成だ、テキストからの画像生成って、すごい、なんか、全然見れないものだったんですけれども、その後、その、出たもの、5月ぐらいにアーカイブに出ていて、まあ、ICML に撮った、いたものが、すごい、綺麗なテキストからの、その、画像生成を、その、することができることになっています。それも、その、ガンのフレームワークで、で、ガンを、まあ、生成するときにテキストを入れて、テキストの、文章を入れた条件付きの、その、画像生成をするというような形ですね。なんか、それぞれ文章を入れたときに、この文章に相当するような、その画像を生成するっていう、そのガンです。で、それと、あれ、その、まだあれですね。NIPS にその出てて、オーラルで通っていたものが、そこからさらになんか展開したものが通って、で、ここから NIPS のそのガンのペーパーです。文章からの画像生成なんですけれども、もっとその、どこにその、それが位置づけられているかっていうような、その、場所に関しても、その、エンコードする。条件付けで、ガンでその生成するっていうような、アドバーサリアルネットが、提案されています。で、ここでその場、まあ、場所情報も入れて、テキストの情報とその場所の情報を加えて、そこからそのコンディショナルにそのガンで生成するっていうような形ですね。
で、それと、ラテントそのコード、その表現空間をより狙って学習するっていう取り組みがされていて、もともとだと、GAN だと、その表現空間自体はコントロールすることができない。何かランダムなバリエブルを入れて、そこから、生成するっていうことが、もともとのその GAN でやられてたものなんですけれども、それをその狙って生成するっていう取り組みが、インフォ GAN でやられています。で、どういうことをやってるかっていうと、その GAN で入れる元のそのランダムのベクトルからの生成だけじゃなくて、それプラス狙って入れるラテントコードを入れる。で、それと、出力されたその画像との、相互情報量を含めて、それで、最適化するっていうことをやっていきます。それによって、そのラテントコードと、生成されたもののその関係性を紐付けることができるので、例えば、そのこの顔の回転とか、光のその当て方とか、椅子に関してのその回転とか、その椅子のサイズとかですね、っていうのも、それぞれのラテントコードのその次元にその狙ってエンコードすることができることになっています。で、各学習の収束の上でも、そのインフォガンの形で入れると、そのガンが収束しやすい形になるとよく多くの人に、まあ、やってる、まあ、言われやすい。より性質が良くなる。それだったり、2次元のその画像生成からさらなる拡張として、3D モデルのその表現空間の学習だったり生成の試みもされています。上が、その、やり方としてはすごいシンプルで、二次元でその DC ガンがやられてたものも、まあ、一つ次元を上げたコンブとデコンブで、その DC ガンを作る。それで、三次元のそのモデル生成をするっていうことが今年のニュースで、出ていたペーパーです。それとともに、さっきのその VAE プラスガンも少し去年の、話題で話したんですけれども、で、VAE プラスガンのそのフレームワークで、なんか写真を入れたときに、その写真に相当する、その、椅子の 3D モデルを生成するとか、そういった変換もされていますね。一番最初に、VAE に入れるときに最初に写真を入れて、椅子のモデルのリコンストラクションと、あと、今のリアルかフェイクなのか、なんかそういう、そのロスを逆転換するっていう学習のさせ方をして、3D モデルの生成を行うのと、あと、二次元のその写真から 3D のモデル生成をする研究が、NIPS に出されています。で、それと、あと、もう一次、まあ、次元を増やして、もう一次元の増やし方として、空間の次元を増やすんじゃなくて、時間の次元を増やすっていうのが、されています。で、時間の次元を増やすと、2次元の1次、1次元増えるので、まあ動画になるわけですね。2次元プラス1次元の時間のそのキューブになってて、そのキューブ生成をするっていうので、動画の生成がそのガンでやられています。で、動画自体をまあ生成することと、あと何か、一番最初のその写真、画像を1枚与えたときに、なんかそこから始まる。その先の、未来の動き、動画を予測するっていうのも、一番最初の画像を条件付ければ、まあそういった生成をすることができるので、なのでイメージをある与えたときに、そこから先の動画生成するっていうのが、その生成のされ方でも使われています。それや、あと、GANをより、まあ、広く見る形として、GANの目的関数をより一般化した、その GANが出ています。もともと GAN の目的関数、さっきのそのミンマックスしてるものって、シンメトリックな、厳選シャノンのそのダイバージェンスなんですけれども、それをより、まあ、汎用的な、まあ、それらを、まあ、それを含む F ダイバージェンスに一般化している。で、それぞれのその各ダイバージェンスを用いて GAN の評価をするっていうことをやっています。で、それで出たものとして、JS のそのダイバージェンスよりも、ケールダイバージェンス、カルバクライブラのものの方が、MNIST だとなんか良かったとか。ただ、そんなにバリッドなものじゃなさそうだとは思います。はい。それであったり、まあ、それぞれの、ダイバージェンスを用いた画像生成のその試みもされています。というような、より繁華するもの。
それと、まあ、ガンがその収束うまく学習できればすごい綺麗な生成ができるんだけれども、学習がすごい難しいというのを最初に話しました。で、その収束が難しいガンの学習方法論に関してのそのペーパーが、去年の半ばぐらいに出されています。で、これが日記、まあこれ日記に通って、これも日記の論文なんですけれども、去年6月ぐらいに出されていて、これで、よりまあ収束させやすくなっている。まあ、研究をする人が、まあこれで増えていると思いますね。今まで学習が難しかったものが、そこの部分がより、そこの敷居が下がったので、2016年の後半、ガンのペーパーがすごいたくさん出たのは、なんか、このペーパーによる影響がすごい多いと思います。なんか5つの方法論を、入れていて、その途中段階でのその特徴量に関してのそのマッチングを行うとか、多様化を含めさせるためにバッチ感、バッチ感でも、それが異なるようにする。つまり生成されたものに関しても異なるような絵で、まあ、ちゃんとまあ、生成されるようなものもディスクリミネーターに入れて、ディスクリミネーターがリアルかフェイクか識別する。なんかそういった、ものが、テクニックの内容です。で、それらがその日中で話されてた内容なんですけれども、最近のガンとして、まあ、最近のガンなので、今年の去年の日中、去年の日中は5月とか早かったんですよね。そのデッドラインが早くて、で、その後いろいろ出たものとして、ガンのアーキテクチャとして、いろんなタイプのアーキテクチャが出ています。インフォガンも一つですし、それであったり、入力画像に対してクラスを入れて、生成されたものに対してもクラスも合わせてその予測をなんかするとか、そういった、マルチタスクで解くようなそのガンのアーキテクチャであったり、ただ、その、表現で、潜在ベクトルから生成するだけじゃなくて、逆にその画像から潜在ベクトルへのその遮影をするっていう双方向にやるそのバイディレクショナルなそのガンの学習の仕方といったそのアーキテクチャが出ている。で、さっきそのテキストからのその画像生成の話題があったんですけれども、12月に、よりまあ綺麗に生成できるようなフレームワークが出ている。で、それが、スタックガンと言われるもので、どういうものかっていうと、まずテキストからの画像生成を、低解像度でラフにやる。で、それで、多段のガンなんですね。で、2段目のガンが、まあ、ラフに作られた画像から、よりそれを高解像度の画像生成をするっていう2段階のそのガンのアーキテクチャですね。それによって、まあ、テキストからのその高解像度のその画像生成をやる。で、今一番、おそらく綺麗な画像生成がされているものが、12月の1日とか、なんか、そのぐらいに出ていたもので、便所たちがやっていたものですね。で、227×227 っていうそのサイズでのその画像生成をそのクリアにされているといったものが、今、その後のそのガンです。で、あと、リカレントニューラルネットに関して、少し、いくつかピックアップします。で、フェーズで STM が提案されていて、どういうものかっていうと、より長い長期的な系列のその特徴を学習できるような、アレレン、まあ LSTM ですね。LSTM で通常、まあ基本原理的にはその長い任意の、過去までの影響を、まあ、学習できるとはされてますけど、現実的にはまあ厳しいわけですね。で、今、このフレームワークとしては、よりなんかセンサーデータとか、そういったものを対象としていて、数千とか数万とか、そういった連続的な長い系列が来るような、そういったものの中からその特徴を学習したいっていうものです。で、それと、各連続的に来るんだけれども、でも特徴とすべきは、何かのそのスパイクが立ったりとか、そういうイベントが起きたとき、で、そこからのその系列特徴を学習したいっていうようなものですね。で、それでフェーズド LSTM が提案されていて、どういうものかっていう と、入力に関するゲートじゃなくて、時間に関してのそのゲートの開閉がするっていう、そういった、設計になっています。で、左の真ん中ぐらいに書いてるんですけれども、まあ、時間で、開け閉めするゲートが、加わっていて、あるところからゲートが開いて、一定時間経つとゲートが閉まるような、
ものです。で、どのぐらいそのゲートが開いてゲートが閉まるのかっていう、そこの部分も学習するっていうところをですね。それによって、その長期な音声だったり、長期な、まあ、信号であったり、そういった、系列情報をその学習することができるものになっています。で、それと、先にこっち。で、これは何かっていうと、なんか早く学習減衰する、まあ、ファーストウェイトをその追加する。それによって、その、それぞれのそのデータ固有のその情報を、情報の系列特徴を扱えるようにする。それと、もともとのその長期的なスローウェイトと合わせて、その、長い時間変化のその特徴も、短い時間変化のその特徴も、両方扱えるようにするっていうのが、ファーストウェイトと言われるものですね。まあ、どういったタスクで解くかっていうと、ああいう入力の記号として、まあ、それぞれすごい、なんか固有なものが与えられたとしても、じゃあ次に何が来るかとか、そういったその直近の、入力系列に依存するようなもの、それに関して、学習するというものが、解かれています。まあ、通常のその LSTM だと全然学習できなかったものが、まあ、通常の LSTM よりも、まあ、大きく、エラーレートを下げる形になっています。それや、メタラーニングのもので今回話されるかと思いますけれども、まあ、LSTM を用いたそのオプティマイザーが提案されています。どういうことをやっているかというと、そのパラメータごとにそこまで来ているその勾配系列から次の更新量をその LSTM で算出するというもの。通常だと、じゃあ、まあ、ロスのその勾配を、どういう係数で、伝播していくとか、なんかそういった部分で、まあ、アダムであったり、いろんなバリエーションがあるわけですね。で、そうじゃなくて、そういう更新量の系列が来たときに、次にどういう、パラメータ更新をするのかっていう、その更新量自体を LSTM でその学習するものが、このランニング、トゥーラングラジェンディセンデンバイグラジェンディセンデントでやられているものですね。で、LSTM によるそのオプティマイザーによって、それまでのその変化系列を踏まえた形で適切にその次の更新量をその算出する形です。それと、あと、マッチングネットですね。アテンションメカニズムを用いてて、そのワンショットランニングをしている。なんか参照構造を学習しておいて、その小規模な新しいデータで、その新しく来たデータは、その小規模なデータセットでも、まあ、高精度で、動作するようなものです。もともとの、データ、まあ、大規模なデータから、どこを、まあ、どういうふうにその参照すればいいのか、アテンションを貼ればいいのかっていう参照構造、まあ、それとエンコードすればいいのかっていう参照構造だけ、まあ、学習をしていく。で、それで新たに、その、来た、ものだと、例えば数百とか、なんかそういったもの、それとかデータ自体でも、例えば20クラスで1データずつしかないとか、なんかそういった、データセットに対しても新たに来たものを、精度高くその分類することができることをやっています。ここら辺が、ワンショットのラインその各クラスのラベルに対して、1データしかないようなものでのその見せるです、ね。はい。というような、その RNN を用いて、メタラーニングをすることも、新たに出てきているトレンド、まあ、強く取り込まれているそのトレンドになっています。はい。というような形で、ちょうど、あと1分半ぐらいの形になりました。で、今回お話したこととして、ニクシってそもそもどんなカンファレンスなのかをそのお伝えしてきました。それとともに、その中でそのディープラーニングでそのできることってすごいたくさん増えてきていて、その研究自体もその活発にされています。で、その中で大きなトピックとして、ジェネレイティブアドバーサリアルネットワークと、あとそのリカレントニューラルネットワークのそのトピックに関して、この時間の枠内でピックアップして話しました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。何か質問ある方いらっしゃいますか？
東京大学大学院の夫です。で本日、感想 RNN について紹介していただいたんですけど、はい、他になんか、まあ、その分野的にはもうちょっと前になるところでも、すごく伸びて、ぜひ見てほしいっていうものがあったら、ぜひ教えていただきたい。許可学習です。許可学習で、その3つ、許可学習と、癌と、あと、RNN のそのメタラインがすごい熱いかったんですけれども、許可学習もすごい、いろいろ熱いですね。で、今回、他の、いろんなポスターで許可学習話される方多かったので、そこは覗いてはいるんですけれども、ぜひこのポスターで回ってみてもらえたらなと思います。はい。ございます。あとあれですね、ちょっと、あれです。この流れの中だと入らなかったんですけど、あれですね、ちょっとこれ書きかけてる。Deep Learning Without Pro-Local Minima っていうペーパーがあって、それも面白かったですね。その、リニアなネットと、あとちょっと特殊なレグネットなんですけれども、すべてのそのローカルミニマが、全部グルーマルミニマになっている、ミニマムになっているっていうようなそのテーマ、面白かったです。はい。では、はい。どうぞ。はい、ありがとうございます。最後の、マショットプライム。はい。普段に事例で学習できるっていう、本質的なポイントっていうのもね、はい。その参照のさせ方を学習させる。学習自体は強者で大規模に学習するんですよね。でも、その、どういった形でそれを見ればいいのか。もともとのそのイメージのなんかフィーチャーと、あとラベルが与えられたときに、どういう参照関係をすればいいのかっていうのを学習するんですね。そういったメタなレイヤーで学習させるっていうところがそのキーです。で、新しいデータが来たとしても、その構造自体はその変えずに、少数なデータからその学習することができる形になってます。ちなみにこれを、今日ポスターでうちの藤川が話すので、もしよければポスターもぜひ、このワンショットラーニング、マッチングネットワークであるので、ぜひ聞いてもらえたらと思います。はい。あと1件ほど、もしあったら。ありがとうございます。名前の方に失礼します。はい、サックなんで、はい、例えばリストから低解像度、低解像度から高解像度を生成するっていう話があったと思うんですけど、はい、まあ、それはある種のヘテロジニアスなデータの間でうまく、トランスファーになることが可能になっている原理を、もし簡単に教えていただければ。可能になっている原理ですか？いろんな、まあ、低解像度から高解像度への変換はニューラルネットで しやすいので、それを、まあ、その2層目がやってるっていうような形だと思いますね。そのスーパーレゾリューションも、そのスーパービジョン、コンピュータービジョンの中でニューラルネットで結構得意なものになっていて、その構造を、明示的に学習するんじゃなくて、まあ、エンドトゥエンドで、そういった課題で学習されることによって、なんかそういった構造をそれぞれになる。形になっていると思います。はい。では、以上で、ハムさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。資料は後で公開します。それと、あと、自分の、ID も、浜田小一っていう ID で、名前をこう、アルファベットでつなげた形でやってるので、もしよければ、ぜひ、交流しましょう。ありがとうございました。